ご視聴ありがとうございます。リラクアの花澤です。この度の緊急事態宣言を受けまして、リラクアの現在や今後の営業についてお伝えいたします。今、すでにお受けしているご予約に関しては、そのままキャンセルがなければお引き受けいたします。ただその際になるべくこうマスクをしていただいて、でこちらで消毒用の除菌アルコールありますので、手をねアルコール除菌をしてから入室していただくっていう形で、ご対応をお願いいたします。マスクがねなければ、こういう口元をネックウォーマーなどでこのように覆った形でご来店いただければなと思います。新規の方はしばらくお断りいたします。ちょっと保育園の方もなるべく自宅で見てくださいっていう形になってますので、最小限の営業という形で、そもそも1日に1人2人っていう感じで、もう3月以降は割とやって、お休みの日も入れながらやってる感じです。そうして、こちらでお一人ずつ使った枕ですとかベッドですとか、あとはスリッパですとかドアノブのところですとか、感染源になりうるものは除菌をお一人ずつするようにしております。またこのマスクをつけて施術接客しております。で、今ちょっと子供抱いてますけど、お店はもちろん一人でやっておりますですね。自宅とお店がですね、かなり近いんですね。自転車で2、3分ぐらいの距離にありますので、そういったこう電車とかバスとか使って、通勤するっていうことはしておりません。かなりこう、空いた道をさーっと自転車で来てる感じなので、いわゆる3密というものは当てはまらない状態で、通勤接客をさせていただいておりますですね。そのような形で、最大限の注意、手洗いうがいも必ずするようにしておりますし、外出も近所のお買い物ぐらいで、最小限に抑えるように努めております。医療事態宣言が解かれるまではなるべく最小限の規模での経営をさせていただきます。撮影に関してはやはりちょっとモデルさんが難しいので、今までに撮りためたものを編集アップする、もしくは、私が一人で自宅ですとか、こちらの店舗を使って動画を上げていければなとは思っております。皆様もどうぞステイホームでお体にお気をつけてなんとか乗り切りましょう。はい、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。See you! バイバイ。難しいか。